皆さんこんにちは。今回は1980年代に流行したおもちゃを振り返っていきます。70年代から80年代といえば、おもちゃが全盛期を誇った頃で、新しいおもちゃがどんどん登場しました。一緒に遊んでいたものなどがあったらいいねお願いします。またこんなおもちゃでも遊んでいたなどあればコメントしてください。そんな懐かしくもやばかった昭和を振り返っていますので、チャンネル登録をして楽しんでください。1970年代のおもちゃもこちらの動画で振り返っていますので、こちらも合わせてご覧ください。では早速昭和1丁目1番地へ行ってみましょう。まずご紹介するのはポッピーアイです。ポッピーアイは弾力性のある合成ゴムで作られており、中がくり抜かれた半球の形をしていました。ちょうどボールを半分に切ったような形で、サッカーボールやバスケットボールなどいろんな種類のものがありました。アメリカ生まれのポッピーアイで、カプセルトイ専門店に掲げられていた紹介チラシには、アメリカ生まれの、アメリカで大人気などと記載され、一風変わった雰囲気も漂わせていましたね。ポッピーアイの遊び方としては、机などに貼り付かせ、ゴムの反動を利用し高く飛び跳ねさせて遊ぶ。吸盤のように貼り付きながらも、一定時間が過ぎるとポーンと高く飛び跳ねることから、床だけでなく壁や下敷きに貼り付けたりなどし、誰かに向けて飛ばしたりすることもありました。ポッピーアイは柔らかで威力もそんなにないことから、当たってもそれほど痛くなく、かえってそんな遊び方を楽しんでいた子供たちも多かったとか、よく顔につけて遊んで丸く跡をつけている男子がいましたね。お次はルービックキューブのご紹介です。これはハンガリーの建築学者ルビック・エルネーさんが考案したもので、立体型パズルをテーマにしたおもちゃでした。1974年生まれのルービックキューブで、日本に入ってきたのは1980年6月頃でした。当時の朝日新聞でこのルービックキューブが紹介され、国内の数学者たちにも注目される中、究極の立体パズルとして大々的に宣伝されていました。社会現象を起こすほどの流行商品にまで成長し、ルービックキューブにまつわる各種イベントがそこかしこで行われるほど大人気を誇るおもちゃとなりました。さて次は任天堂から発売されたゲーム&ウォッチです。任天堂といえばファミリーコンピューター、スーパーマリオブラザーズなどが伝説に残るほどの人気を博しましたが、ゲーム&ウォッチ、いわゆるゲームウォッチは、当初腕時計につけられたおまけ的な存在として、暇つぶし用のミニゲームから始まったのです。1980年の4月28日に第1作目のボールが発売され、本格的なゲームウォッチとして子供だけでなく青年からも人気を博すほど大ヒット商品となりました。その後いろんな種類のゲームウォッチが登場し、フラッグマン、ガーミン、カイアなど、いずれもゲームの先駆けを走るヒット商品たちが顔を並べていきます。もともと携帯型液晶ゲーム機として登場したゲームウォッチは、文字通りにポータブルなゲーム機として持ち運びが簡単で、電車の中や車の中、また街中などでプレイできたこともあり、その点で宣伝にもなり、私も欲しい、僕も欲しいと売り上げにつながった傾向もありました。さらに平板のゲームウォッチから2段式のマルチスクリーンゲームウォッチまで生まれ、その人気はさらに高まっていきます。マルチスクリーンタイプのゲームウォッチでは、ドンキーコングが非常に人気を博し、ゲーム機史上初めて十字キーを使用した、それまでにないゲームを作り上げました。従来の平板型のゲームウォッチでは、パラシュート、オクトパス、ポパイ、シェフ、ミッキーマウス、エッグなどが人気を呼び、マルチスクリーンタイプのゲームウォッチでは、ドンキーコングの他に、オイルパニック、グリーンハウス、ミッキー&ドナルド、ピンボール、ゼルダなど、時を経て人気作品が続出し、その後のファミリーコンピューター人気への引き金になっていったのです。次にご紹介するのは、1980年に子供から大人気を得たドンジャラです。おもちゃ会社ポピー、今のバンダイから発売されたこのドンジャラは、非常に豊富な種類を持っていて子供たちを楽しませ、麻雀ができなくてもドンジャラならできるという新しい遊びのテリトリーでした。最初に登場したのはドラえもん。パイの揃え方は麻雀よりはるかに簡単で、同じキャラの顔を3つずつ集めれば OK。またルールによって役もあり、特定のキャラクターを特定の数揃えれば上がれるなど、遊びやすい仕様になっていました。これまでに登場した人気のドンジャラでは、あられちゃん、筋肉マン、ドラゴンボール、
他にも特別企画のキャラクターのドンジャラなど豊富に用意されていました。友達みんなで一緒にやるから楽しかったこのドンジャラゲーム、麻雀ができない子供たちにとってまさに不可能を可能にした画期的な商品でしたね。次のご紹介はパンチガム。いたずらアイテムとして登場したこのパンチガムは文字通りにガムの形をしたおもちゃで、実際食べられるガムは入っておらず、そのガムを取ろうとした人の指をバネ式パンチで激しく攻撃するという非常に危険なおもちゃでした。パチンと思いっきり指や爪を挟まれてしまうので、当たりどころによっては激痛が走り、それで大喧嘩になってしまうなど、このパンチガムの危険性は人間関係を壊すところにもありましたね。別名パッチンガムとも呼ばれ、しばらくは流行りましたが、そんな痛いおもちゃでもあったので、その後すぐに市場から消え失せ、今ではほとんどその姿を見かけません。次は今でもコレクターが絶えないあのガンプラシリーズのご紹介です。ガンプラとはガンダムのプラモデルの略称で、矢立はじめさんと富野義行さん原作の機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツをそのままモデルにしたプラモデル。製造発売元はバンダイスピリッツで、80年代初期から中頃にかけてガンプラシリーズ人気は爆発的に伸びました。人気を誇ったガンプラには旧型ザク、シャーザク、ズゴック、ビッグドム、ゲルググ、百式、さらに後期型のモビルスーツも含まれ、サザビーやダブルゼータガンダム、クイーンマンサやホワイトベースなども挙げられます。ガンプラシリーズは日本のプラモデル史上最大のヒット作とも呼ばれており、今でも根強い人気を博し続けています。次にご紹介するのはホッピングです。ホッピングというのは取っ手と足場のついた棒の底面がバネで弾むようになっていて、両足を乗せてバランスよくジャンプしながら、どれだけ高く飛び跳ねられるか、またどれだけ長く乗っていられるかなどを競い合う、主に子供が遊ぶ用のおもちゃとして開発されました。このホッピングが日本に入ってきたのは1930年頃で、意外と長い歴史を持ち、発祥地はドイツとされており、様々な改良がされた後日本にやってきました。1950年代から60年にかけてはこのホッピングが問題視されたこともあり、あまりやりすぎるとイカ水になるという噂が立ったことから、日本では一度そのブームが沈静化してしまいます。ですが1980年頃に株式会社バンダイがスカイホッピーと名前を改めて発売すると、第一次ブームを知らなかった子供たちの間で瞬く間に流行し始め、またブームが再燃する形になったのです。そしてそれを受けて今度はナムコが1984年にアーケードゲームバックランドにそのスカイホッピーを登場させると、そこで目にする子供たちも多くなり、ホッピング改めスカイホッピーはさらに知名度を上げて子供たちの間に親しまれていきました。おそらく誰もが一度は遊んだことがあるでしょう、このホッピング、スカイホッピーながら。これをご覧になっている方々の中にも、おそらく、あんあれか、遊んだことあるある、でも難しかった、楽しかった、懐かしいなど、思い出があると思います。次にご紹介するのは、タカラトミーから、1982年に発売されたゾイドシリーズです。メカゾイドとも呼ばれるこのゾイドシリーズは、従来のプラモデルに機動性を加え、動くプラモデルとして爆発的な人気を呼びます。メカ生態ゾイドの名前で覚えておられる方も多いでしょうが、この名称はアメリカ現地法人として当時活動していたトミーコーポレーションが第一作目を発売した時に付けられた名前で、日本国内で発売されてからはすぐゾイドまたはメカゾイドの名前で親しまれてゆきます。おそらくゾイドファンの方々にとっては小学館の学年別学習雑誌に掲載されていたジオラマ、ゾイドバトルストーリーや、少し時代を遡って人気を博したあのメカポニカ関連商品として登場したゾイコロやジュニアゾイドなど、そのあたりへの記憶の方が色濃く残っているかもしれませんね。第1期、2期でのゾイドの主力となっていたのは72分の1スケールの組み立てキットで、シリーズの第3期になると35分の1スケールの組み立てキットに変わり、様々な進化と形態を持って今のゾイドシリーズに至ります。今後もさらに新たな分野を開拓していくのかもしれません。さてお次にご紹介するのは、今のテレビゲームの始祖ともいえるファミリーコンピューター。任天堂から1983年に登場したこの家庭用ゲーム機ファミリーコンピューターは、家庭にあるテレビをそのまま
ゲーム空間に変えてしまうといった革命的なおもちゃ業界の進化を遂げた伝説のおもちゃですね。初期のファミコンのコントローラーには丸型ではなく四角型のボタンが設定され、丸型ボタンは発売から2年後の1985年に登場していました。発売年の1983年にすでに44万台が売れ、その後1985年には579万台、87年には1000万台を突破して、それから1991年に至るまで常に1000万台以上の売り上げを伸ばすというモンスター的存在としてゲーム業界に君臨することになります。マリオブラザーズ、プーヤン、ガンゲリングベイ、空手家などの初期ゲームに始まり、ドラゴンクエストが登場してからはいわゆるロールプレイングゲームが爆発的人気を呼び、その人気は世界的にも絶大なものになりました。特にドラゴンクエスト3が登場した時には社会現象を巻き起こすほど人気が絶頂を極め、ファミコン黄金期と呼ばれたその時代を彩っていきます。いろんな遊びやギミックなどもそれぞれのファミコンソフトに用意され、2コントローラーのマイクを使って歌えば新しい展開が待っていたり、リセットボタンを押さずにカセットを引っこ抜き、もう一度差し込んでリセットボタンを押せば裏面に行けたりなど、いわゆるゲーム内の裏技だけでなくリアルな裏技もファミコンエピソードには満載でした。またファミコンカセットのメンテナンス、いわゆるクリーニングも大事な作業の一つで、バグってしまったりカセットを差し込んでもなかなかゲームを始められない時は思わずフーフーとカセットの端子の部分に息を吹きかけたりなど、子供時代のあの思い出が蘇ってくる人も多いでしょう。ファミコンならではの音源も今では再注目されながら懐かしまれ、当時のファミコンの BGM が一番いいなど、自分の子供時代の思い出を一緒に彩ってくれたあの音源に愛着以上の貴重な感動を覚える人も多いとか、当時の発売価格は 14,800 円で、換算すれば普通のサラリーマンの月給から見てもそれほど安い商品ではありません。それでも爆発的な売り上げを見せてきたファミコンですから、いかにニーズが高く国民に愛され続けてきたかということがおのずとわかるものです。次のご紹介はあの筋肉マン消しゴムゆでたまご先生原作の漫画で、テレビアニメにしても絶大的な人気を誇った筋肉マンのヒットをもとに、バンダイをはじめ様々なメーカーによって制作された筋肉マン消しゴムは80年代を代表するフィギュアでした。通称金消しの名前で多くの子供たちに親しまれ、主にガチャガチャで販売されながら、何のキャラクターが出るかと子供心をワクワクさせたもの。1983年から87年頃まではレギュラー版のフィギュアがメインで発売され、1991年から92年頃までは大井争奪編で登場したキャラが新たに追加され、98年から99年までは復刻版、そして2016年以降には第5期にあたる新たな金消しシリーズが登場しました。昭和時代の人気キャラクターでは筋肉マンをはじめ、ロビンマスクやラーメンマン、スプリングマンやバッファローマン、アシュラマンやサンシャイン、オーズマンなど数えきれないほどのキャラクターが並びます。あなたも筋肉マン消しゴムを持っていましたか？当時の懐かしい記憶とぬくもりが蘇ってくるようですね。次のご紹介は1983年に登場したドライビングターボ。これはトミーから発売されたドライブゲームで、本機株のところに設置されたキーを回すとスイッチが入り、エンジン音が鳴る仕組みでした。ギアは秒速まで用意され、エンジン音とスピード感をスクリーンで同時体感できるという、子供にとっては興味を惹かれるおもちゃでした。ハンドルの横についている小さなモニター画面を見ながら、様々な障害物を回避して走り、車を自分で運転している気分を少しでも味わえるおもちゃでしたね。燃料系がゼロになると走行終了となり、いろんなルールを作りながらドライブを楽しむなど、子供ながらの遊び心が引き出される、その意味で少し画期的なおもちゃでした。次にご紹介するのは1980年代に流行ったラッセルヨーヨー。もともとはヨーヨーの呼び名で知られていましたが、ラッセルヨーヨーというのはコカ・コーラの認証を受けた商品に記載されるロゴとして、1980年代の第4次ブームを迎えた際には、すべてラッセルヨーヨーというのが正式名称であると認識され始め、その呼び方が定着していきました。その第4次ブームの火付け役となったのが
和田伸二さんによって描かれたスケバンデカで、特に斉藤由貴さんや南野陽子さんなどが演じたテレビドラマでのスケバンデカが人気を呼び始めた頃から、ヨーヨーブームがまた帰ってきたのです。ヨーヨーを武器にして様々な悪と戦うヒロインたちの姿、おそらくその姿に魅せられてヨーヨーをついてに取り、自分も真似をしてしまったことも子供時代にはあったと思います。この同年にバンゲームとして人気を博していたのが、野村陶衣から発売されたチクタクバンバン。1981年にすでに販売されていたチクタクバンバンですが、次第に人気を集め、尻上がりに注目された面白いおもちゃでした。スライディングパズルゲームとして発売されたこのチクタクバンバンは、目覚まし時計の姿をしたキャラクターが通る道を線路パズルをずらしながら作っていき、特定の秒間進ませることができればクリア。もし失敗すれば目覚まし時計が激しくなって、そこでゲームオーバー、次の人に交代など、遊び方にもいろんなルールを設け、多人数プレイがメインになっていました。結構難しいゲームでもあり、人によっては向き不向きが分かれたこともあったとか。次は1984年にバンダイから発売されたタマゴラスのご紹介。全高約5センチメートルほどの鶏卵型をした動物、恐竜の模型で、主に男児向けのおもちゃとして登場しました。このおもちゃの魅力は、変形させられるところを卵の形にしまい込んだり、また引っ張り出して生み出すなど、ほぼ同時期に人気を博したゴールドライタンのような機能性で、子供からもかなりの人気でした。全部で22種類の卵ラスが用意され、携帯フィギュアとしても大いに活躍しました。1985年に人気があったジャンケンマンというメダルゲームも登場していましたね。サンワイズから発売されたアーケードゲームで、駄菓子屋、百貨店、ショッピングセンターの児童向けコーナーなどによく設置されており、アーケード画面に映るデジタルとじゃんけんをして、勝てばメダルをもらえるという極めて簡単なゲームでした。コインやメダルを投入すると、機械の中からじゃんけんという音が流れ、グーチョキパーのいずれかのボタンを押して勝負し、ただ勝ち続けることが目的のおもちゃでした。負けた時にはズコーという音が聞こえ、この声を真似した人も多くいると思います。さて、次にご紹介するのは SD ガンダム。ガンダムシリーズに登場するメカや人物などを二等身ほどに小さくしたキャラクターたちで、その可愛らしさについ買ってしまうなど、こちらは男子だけでなく女子からの人気も結構高いものでした。1985年の6月にガチャポンで販売され、既製品であることからすぐそれを手に持って遊べるなど、子供にとっては特典高の商品でもありました。それでいて結構作りは緻密で、プラモデルコレクターでもこの SD ガンダムをこぞって集めていたなど、幅広い人気を呼んでいたのもその特徴でした。さらに派生作品、関連作品が次々生まれ、ファミコンでもガチャポン戦士などが登場し、シリーズとして大きな成功を収めることになっていきます。さて、次は1987年にタカラトミーから発売された変形ロボットおもちゃシリーズ、トランスフォーマーです。トランスフォーマーはアメリカのおもちゃ企業、ハズプロやマーベルコミックなどの連携により、世界を股にかける形で商業展開がなされていった画期的なおもちゃとして人気を博します。世界観の設定としては、正義の側に立つサイバトロンと悪のデストロンが構想を繰り広げ、その分敵味方の多彩なキャラクターが登場することになり、その点で人気を集める大きな土台を作っていました。テレビシリーズでも人気を博し、その後も OVA や映画、ウェブ配信などあらゆる分野で活躍していく大スケールの作品にまで成長しましたね。1987年に流行ったブタミントンというのをご存知ですか？これは野村陶衣から発売されたバドミントンをもじったゲームグッズで、ルールはバドミントンとほぼ同じ。豚の形をしたラケットと合成樹脂製の羽を使い、プラスチック製のネットを真ん中に立てます。遊び方は、ラケットの腹を押すと気圧で豚の鼻から空気が出る仕組みになっており、その空気を羽に当て相手の陣地に落とす、覚えればすぐにできるゲームでした。シンプルながらもかなり奥が深く楽しめるグッズとして人気を呼び、その後やはりロングセラー商品として今でも多くの人に楽しまれているようです。次は1988年の11月に宝から登場したフラワーロックです。フラワーロックは観葉植物に似せてプラスチック製の鉢植えに植えられており、ひまわりやハイビスカスの花がサングラスをかけ、楽器を持ちながら演奏しているデザインになっていました。
このフラワーロックの特徴は、周りで何か音がするとその音に反応し、まるで生きてるようにくねくね動く仕掛けになっていたこと。後にフラワーキューブやフラワーロック 2.0 など進化した製品が生まれるほど、こちらもロングセラー商品となりました。さてお次は、1988年からバンダイのトレーディングカードを販売する自動販売機で有名になったカードダスです。最初のラインナップとしては SD ガンダム、ウルトラ怪獣、また当時人気コミックだったセイントセイヤなどがそのキャラクターに選ばれ、後にドラゴンボールやストリートファイター2、美少女戦士セーラームーンなど各種キャラクターの人気の波に乗り、絶大的な人気を誇ってゆきます。単品で売り上げを伸ばしたというより、コミックボンボンや週刊少年ジャンプなどとのタイアップにより人気をつかみ取った傾向が強く、その点で幅広い分野で知名度を帯び、子供当時の記憶に強く残るものになっているのでしょう。次のご紹介は、1989年4月に任天堂から発売されたゲームボーイです。こちらも意外と昭和生まれのおもちゃです。ファミコンが全盛期を誇っていたその当時、携帯型ゲーム機として登場した。このゲームボーイは独自の進化と世界観を持ち、結果的にかなりの売り上げを伸ばします。開発当初はファミコンをはじめ、メガドライブや PC エンジンなどの高機能、高画質を併せ持つ高品質のゲーム機類がすでに販売されていて、ゲームボーイの成功はほとんど期待されませんでした。任天堂はその当時、ゲームメーカーのセガやハドソンと対抗しており、その高品質に負けないスーパーファミコンの開発も進めていた中、あえてこのゲームボーイを先に登場させたのは、ほとんど賭けに近い戦略でした。当時のゲームボーイはモノクロで、唯一の売りとしては、携帯できるゲーム、昔のゲームウォッチを彷彿させるところでした。ですが不思議とゲームボーイは、子供からの人気を集め、ファミコンにとって変わる人気を得ていきました。その後、ゲームボーイポケットや、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラーや、ゲームボーイアドバンスなど、様々な派生機が生まれることにもなり、現在でも根強い人気を誇り続ける、任天堂の第二の看板にまでなりました。昭和時代には様々なおもちゃが登場し、今でも人気を呼び続け、新しい世代の人たちにも、その楽しみを与え続けていますね。懐かしい記憶とともに、昭和時代を過ごしてきた皆さんの心の中には、ご紹介したおもちゃたちが今でも命を持って、ぬくもりとともに生き続けているのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。少しでも懐かしさを感じていただけたなら嬉しいです。紹介した以外にこんなおもちゃがあったなどありましたら、コメント欄に投稿してください。当時の思い出を振り返って、あんなことこんなこと思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。このチャンネルでは他にも昭和の懐かしいものを振り返っていますので、ぜひチャンネル登録して他の動画もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。